7年ぶりっていうのはこの何十年かで初めてなんですよ。ジャも新しくなりましたし、今まで以上の踊りをやりたいと思ってます。トグロを巻いて玉を探すズグラ、走りうねり胴くぐりの玉追い、命あるジャを49人の蛇衆で演じます。遡ること300年以上、江戸時代唐人屋敷のそばにあった籠町、五穀豊穣を祈る雨乞いの儀式の蛇踊りを中国人から教わり、現在まで受け継いでいます。できんなら出られません。出られん人も出てきます。まだ蛇衆候補です。49人の蛇衆のうち新人はいつもの倍以上の24人。後継者不足のため、加護町の歴史上初めて公募でも集められました。見るのとやるのは全然やっぱ違うんで、歴史ある加護町なんで、しっかりそれの仲間になってやっている以上は、しっかり怪我さないようにみんなに足並み揃えて、ついていけるように頑張りたいと思います。6月から稽古に励む新人の一人、中盤の支えとなる5番手を担うのは、あぜかり町に住む吉野さんです。蛇踊りへの思いを何度も訴え入ってきました。だからもう、それだけこう、ちょっと稽古の原理。もう絶対上、はい。年齢的にはかなり上で、きついと思うんですけどね。でもしっかりみんなの仲間に入ってますし、きちんとした蛇衆で頑張ってくれてると思いますけど。平日の稽古前、大工をしている吉野さんは築150年の古民家をリフォームしていました。もう少しこう弓なりになってるでしょ。そういったところもやっぱ手作業で昔ながらに作ってるんだなっていうのがありますし、こう実際触っててワクワクしますよ。もともと古くから伝わるものに触れるのが大好きだといいます。仕事終わって蛇踊りの稽古きつくないですか？いや、正直それはきついと思ったことないです。蛇自体も重たいんですけども、蛇の重みよりも加護町の歴史の重みの方がものすごく伝わってきて、今は毎日夕方以降が楽しみです。稽古中心の日々を送る吉野さんについて家族は、本当に最近はそればっかりも蛇踊り、加護町、奉納、ね、練習もそういうことばっかり、もうなんかかなり甘く見てもらっても年齢はどうしようもできんけんね。友達おっと友達おっと作った。 お父さんどれって言われてもうヘニャヘニャしとったら、お父さんちょっと今おらんわできてたらもう自慢げに大声で言いますね、うん、本番でお父さんの姿を見て本当の蛇踊りを知れたらいいなと思います。知らなくて30年前に五島市から出てきて一目惚れした蛇踊り。そうですね、最後のこの階段が体力を奪いますね7月下旬の全体稽古始め、東学病師の子どもたちや関係者らが揃いました。およそ半世紀ぶりに新調した蛇、鱗の数はおよそ8000枚、重さは150キロとも言われます。稽古期間、怪我や事故がないよう安全を祈願しました。今までに2回楽器で出ていた若杉天馬君はお父さんの背中を追って蛇衆になりました。楽器とか叩いてる時も目の前でかっこいい
蛇踊りが見れるんで、その一員になれるって思った時はちょっと感動しました。僕の願いとしては、天馬が自分の子供にまで伝えきればいいかなと思って、若杉家としては代々こう僕の孫まで、まあ、孫ひ孫僕がおらんでも続いていけばね、いいかなと思いますね。やっぱり本番の踊り場で稽古する初の場所踏み、うまく円が作れず、ご神体である蛇を何度も地面に擦ってしまいます。稽古を中断することも。稽古終わり、ベテラン勢からは厳しい言葉も。全然蛇のうねりも出てないんで、わざわざ中央公園行きましたけど0点でした。いつも以上にできてなかった。もうただ参加してるだけじゃないかなと思う。で、出られると思ったら大間違いしね。雨が続いた先月、出稽古で蛇を振る機会があまりありませんでした。強まる雨の中決行した夏祭り中の五島町への出稽古。同じ蛇踊りの踊り町、五島町では大歓迎を受けました。いや、感動しました。特にこの雨の中ですね、来ていただいてですね、まあ、女に踊り町なんですけど、やっぱうちの蛇と違った、でやっぱ伝統がありますからですね、やっぱいい蛇でした、ね、もっともっと上を目指して、もっと突き上げていい踊りにできたらなと思っています。奥んちの当日3日間奉納に並べれるようにしっかり頑張っていきたいと思います。しっかり伝統を引き継いだ自分たちの蛇踊りと一緒の踊りなんですけど、やっぱりちょっと新しいフレッシュな感じを出していきたいですね。日本の蛇踊り発祥の地のプライドをかけ、最高の演技を目指します。